はい、皆さんこんばんは。クリームノイズケーキポッドキャストです。はい、こちらはね、今週からちょっと新しくなりまして、クリームノイズケーキムービーポッドキャストみたいなことになってます。はいはいはい、はい、今では映画コーナーが独立するみたいな感じですね。ああ、そうそうそう。だからまあ、こちらとしては毎週やってたニュースと映画の話を、まあ、別のね、ものとしてやろうかなってことで、今回やってくるんですけど、うん、はい。ってことで、今回から、ある意味、まあ、第1回と呼んでもいいんですけど。うん。そうですね。はい。そんな感じで、その、ムービーポッドキャスト第1回なんですけど、今回の映画はですね、まあ、あれですね、前回、まあ、前々回ぐらいか、から、うん、あの、ティム・バートンの映画を中心にね、見てきまして。うん。うん、でそんな感じでこう毎週こうキャプテンに俺がティム・バートン作品を紹介してたんだけど、うん、今回ちょっとね、あの、うん、なんだろうな、変化球というか実は、はい、でまあ今回ビッグアイズっていう作品をこう選ばせてもらったんだけど俺は、ね、はいはい、ビッグアイズ、はい、見てきました。実はこれ結構そのちょっとキャプテンの感想を聞く前にちょっとあの基本情報として言っておきたいのが、うん、はいはいはい、うん、ティム・バートンって実は結構特殊な人で、うん、こんだけあれじゃん、シザーハンズとかバットマンリターンズとか見ててわかるのが、うん、まあはっきり言って大衆系本当はしないんじゃないかなっていうような映画を撮る人だけど、うん、まあまあそうですね、ちょっとねこう、うん、ちょっとこじらせてるというかさ、うん、まあまあそう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 、ちょっと特殊な映画を撮る人なんだけど、うん、実はこの人面白くてずっとメジャーなんだよね、うん、実は制作会社が、おお、この人あのアニメーターとしてもともとディズニーにいてさ、うん、あ、へえー。そう、それでまあ、そうか、だからそうか。うん。ビフォアとかね。あ、そう、ナイトメアクリスマスとかやってるんだけど、もともとそのディズニーでアニメーターとしていて、うん、で、その中で、いわゆるその映画を作り始めて、アニメーションとか作ってたんだけど、まあ、うん、フランケン・ウィニーっていう作品があって、うん、それがもうまさにティム・バートンがもともと作ってたアニメーションなんだけど、はい、そういうのと含めて、まあ、実写映画を取り出したんだけど、まあ、だから、ある意味その、ある程度有名になってから始めたから、実写映画を。うん、だからずっと実はメジャースタジオで撮れてたの。おで、まあずっとやり続けてて、で、まあ今回実はこのビッグアイズだけ、今回インディー系の会社で実は撮ってて。ああ、へえ。うん。だからまあ、制作の規模としては本当に10分の1とかなんだよね、制作とかに関しては。まあ確かに、まあそのせいかわかんないけど、まあ結構あんまり CG とかね、めっちゃ、いわゆるティム・バートンの作品にあるような大美術とかっていうのはちょっと少なめでしたよね。そう。でまあ、しかも今回実写ベースっていうね、まあ、これまた特殊な、うん、ティム・バートンなかなか今までやってなかったことを実はやってたんだけど、うん、そうですね、確かに、はい、ファンタジーじゃないですよね、うん、じゃあまあキャプテンからじゃあ感想を聞きたいと思うんですけど、どうでした、うん、いやなんか、ティム・バートンっぽくないっていうのもあったんですけど、そのさっきあったように、うん、なんか確かにその、まあ、今までこうなんかちょっと先週見たビッグフィッシュ、うん、とかもまあなんか僕の、まあ、勝手に、まあ、イメージだったそのティム・バートンっぽくはなかったような気がしたんですけど、うん、まあ、それよりもよりやっぱさすごいリアルというか、はいはいはい、そういう、まあまあ、当然あのリアルな話なんですけど、なんかその妄想とかでそういうなんか結局ファンタジーっぽいの出てくるのかなと思いつつ見てたんですけど、そういうのもなく、はいはい、まあ本当に電気映画って感じだからね、電気映画って感じ、うん、でまあやっぱ本当ね、映画の感想を一言言うとしたら、うん、本当、まあ、旦那クソだなっていう、その最後までずっと嫌なやつですからね、なんか。まあだから、あの、ね、クリストフ・バルツがやってるんだけど、この人、まあ、うん、イングロリアス・バスターズってさ、はいはい、あのタランティーノの映画でまあ結構有名というか、売れた人なんだけど、うん、はい、もうなんだろう、ある意味今回、オーバーアクトすぎるぐらいやべえやつとしてさ。うん、あ、そうですね、そう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 。なんかあの、途中でさ、二重底だったでことに気づくわけじゃん。最初はこうお互い売れない画家同士でくっついて、うん、いやでも俺が行った方が売れたからっていう、なんかこう成り行きでなったと思ってたら、うん、実はその最初からの志から実はちょっと怪しいっていうさ。いや、そうそう、てかもともと自分が描いた絵も嘘だったっていうかね。あれとかももう最悪で、でまあしかもあの一人で自分を弁護するシーンとかさ、いや、そう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 、まさに詐欺師のね、本当に詐欺師っていうか本当にやべえやつだしさ、あの、うん、自分でこうなんか弁論してさ、自分で答えてまたなんか走って戻ってて喋って、いや、そう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 、まあそれ滑稽だけどのなんかまあ、まあ、そういうことですね。すげえのがね、でもあれが実話だっつうからやべえっていう。まあそうですね、実話。実際の裁判とかは弁護士つけずに自分で。そう、実際やってて、いわゆるその名誉毀損と、隠蔽か、
といわゆる違う虚偽みたいな、うん、そう虚偽みたいなやつは違えからって弁護士帰っちゃってみたいなのが本当にあって、うんうん、だから調べると実際の映像とかちょっと見れるんだけど、まあだからこれってさ、だから実はなんでティム・バートンが映画化したのかなってすげえ思ってたんだけど、うん、なんつうのかな、どうだった、だからそのティム・バートン世界じゃないわけじゃん、言うたらいつもの、そうそうそう、なんかこういわゆる異界の人とかちょっとこう、うん、変わった人とかもまあ出てこないですもんね。全部もう むしろ人間臭いというか、むしろ。だからまあ、この中でその、なんだろうな、その、ティム・バートンらしさみたいなのの話をすると、うん、多分このマーガレットが、このマーガレット・キングが描く女の子、ビッグアイズの女の子がある意味フリークなんだよね、うん、フリークスなんだよね、あれも今回のその、あ、まあそう、ティム・バートンの世界で言うとね、はい。で、なんでこの話なのかなと思って見てたんだけど、うん、そのやっぱりその見られることっていうことを今回すごいテーマになってて、うん、だからこのいろんなところにこの目のモチーフがいろんなの出てきてさ、うん、一番結構印象的なのは後半そのマーガレットが出ていこうとして家を、うん、であの鍵穴からこうウォルターが覗いてるってシーン、うんうんうん、あれも怖かったですもんね、確かに、あそこだけ急にいつものティム・バートンみたいなホラー映画、ああまあまあそっかそっかそっか、ホラー要素が、ああ確かになったりとかするっていうところもあるんだけど、これだから実はさっき話したティム・バートンのその成功談とも実は関係するんじゃねえかなっていう、この題材を選んだのはね、うん、成功談思ってて、だからこれさ映画の中で分かりやすく描かれてるのは男性優位社会で、うん、はいはい、いわゆる女性がこの画家でいることの大変さみたいな話をしてるわけよ、うん、まあ、シングルマザーだったら本当に食えないし、うん、でこれ本当にそういう時代で、いわゆるシングルマザーでいること自体がいわゆるその、うん、後ろめたいこととされ、うん、でなおかつ、ね、その画家だっていうと特殊な職業だから、うん、本当に女性じゃ全然できないっていう世界でさ、まあそうですね、そんな感じですよね、そうでまあできてるんだけど、これをまあそれ時代性として話してて、まあだから本当にね今回もあのキリスト教描写っていうのが何度も出てきて、あはいはい、いやじゃあ話もちょっと胸くそ悪かったですね、ちょっとね、だからあれ救いを求めて、まあでもそうね。だからあれじゃん、あれ分かりやすくティム・バートンが毎回やるさ、キリスト教ってクソだよねって話。そうね、あそこ、あそこは確かにそうだ、うん。あれだから要はクリスチャンってそういうことなんだよ。いわゆるクリスチャンってまさに家父長制でできてるから、うん、いわゆる家の長である男性を立ててみたいな話になっちゃうけど。みたいな、そうそう、男性の意見に従ってみたらどうですかって感じですもんね。でさ、懺悔室ってどういうものかっていうとさ、本当に何でも懺悔しないわけ。うん、でこれ毎回映画の中でいろいろ疲れるんだけどさ、要は人を殺したりとかさ、うん、人を騙したりとかして、いわゆる犯人がさ懺悔室に行って、うん、懺悔してごめんなさいって言ったらさ、うん、あのはい許しますって言って、その犯人がなんか気分転換して出てくるみたいなシーンが出てくるぐらい、いわゆるお前それダメだろみたいなところな場所なきゃ実はあれって、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと免罪符じゃないけどそういう、いや完全にそういう風に形として描かれるものなわけね、ああいう懺悔室って、まあそっかそっか、なのにあの中で女性だっていうだけでああいう目に遭うわけ、うーん、まあそうね、はいはい、旦那さんも頑張ってるんだからみたいなさ、懺悔室ですらなんか救われないというかね、いやいやお前ら男だったらお前はいじゃあそれなしってなるくせになんで私だけこんな目にみたいな話だけど、うーん、で話し合いでするのはやっぱりその実はそのずっとついてるティム・バートンの思想というか、ね、うん、そこなんだけど、今回すげえ特殊だなと思ったのは、実は彼女が救われたのって、うん、エホバの証人なわけじゃん。ああ、はいはい、ハワイ行ってからね。はい、あれ、だから同じキリスト教の宗派なわけ、ある意味。そこ、僕はあんまりエホバの証人ってそこまで詳しくなかったんですけど、いや、なんかあのプリンスがね、なんか、ああ、はい、輸血ができなくてっていう話、まあ。そうそう、なんか、ちょっと表面しか知らないんですけど、あれはそう、うん、あれ、キリスト教が元の宗派なんですね。てかまあだからそのエホバの証人自体はそうなんだけど、で、うん、結局さ、あの、なんだっけ、なんつうのかな、あれで結局さ、訴えるじゃん、うん、その旦那さん、ウォルターを。あ、はいはいはい、あれはだから、ある意味、そのエホバの証人の発想も出てくるじゃん、うん、本を読んでて、うん、あの嘘を言っちゃいけないのよっていうのさ。ああ、そか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 、ああ、なるほどね。っていう風になってて、だから実はあれエホバの証人によって実は救われてる部分もあるっていう、だ実はすごい皮肉な話になってて、うん、宗教に救われなかったけど最終的に宗教に救われるみたいな話に実はなってて、うん、まあそっかそっかそっか、まあ、でもだからそこも実はそのティム・バートン的に言うと結構特殊な話なんだけど、うん、だからさ、うん、結構エホバの証人自体はどうですか、アメリカではどういう扱いなんですか、結構まあちょっと特殊みたいな、まあ、だからはっきり言うと新興宗教だし、
あんまりみたいな感じ。カルトっちゃカルトなのよ、はっきり言って。ああ。で、しかも、あの、なんだっけ、ハルマゲドンが来る的なのもあるし。ああ、なんか結構ね、縛りは多いイメージありますね。かなり縛りが多いし、まあ、なんかなんだろうな、まあ、まあ、言ったら、まあ、カルトなんだけど、一言で言っちゃう。ああ、そこに救われてるっていう、なんか結構そっか、だから、ちょっとマイノリティのものに救われるっていうのはそこでちゃんと描いてる。そうだ、やっぱティム・バートンだなと思うのと、あとまあティム・バートン的視点で言うと、実は娘がさ、うん、さっき言ったみたいなあのビッグアイズだっけ、まさに。あれでも本当にさ、うん、あのキャスティングの妙なんだけどさ、うん、あの娘のジェーンがさ、どんどんその絵の子みたいになっていくわけよ。あ、目が本当に大きくて、綺麗なブロンドでって。うん、はいはい。でもあれがある意味、そのティム・バートン的立場の人に実はなってて、うん、だから お母さんにも突っ込むのは娘なんだよ。なんでお父さんこんなことしてんの、まあ、なんでこんなことしてんの、うん、エホバの証人になった時も、うん、エホバはじゃあ訴訟していいのみたいな。あ、そうそうそう。ってか娘主導ですもんね。裁判 OK みたいな言ってましたね。あ、そう。だから実はそのティンバートン的視点とかティンバートン的思想っていうのはやっぱりさっき言ったフリークスに入ってて、うん、だから娘に完全に言わすみたいなことになってる。ああ。っていうところになってたりとか、あとまあなんだろうな、そのそれこそそのティンバートン的視点で言うと、さっき言ったみたいな、その、うん、さっきのそのずっとメジャーで撮ってるって言ってたじゃん、ティンバートンが、うん、あ、はいはい。で、彼ははっきり言ってメジャー受けするようなタイプではないけど、まあなんかね、そんな感じですよね、うん、っていうところであるのがプロデューサーと監督の関係なんだよね、うん、あー、まあ、そこは、なんか僕もあんまりそこまでまだその映画素人すぎてあれなんですけど、結構そっか、プロデューサーと監督でもだいぶ。要は、映画を宣伝するっていうことになるわけよ。プロデューサーが監督を雇うんですか、雇うっていうか、選ぶ。これはだから、あの実はそのアメリカと日本でシステム違うんだけど、うん、一番偉いのはプロデューサーなのよ、実はアメリカって。あ、そうなんだ。要はキャスティング権とか決定権を持ってるのは全部実はプロデューサーで、まあ、そう、その要は映画の資金出してるようなもんですよね。そう、お金を出してるから、じゃあ監督はこいつ、脚本家はこいつっていう風になってて、でその中で監督と契約するときに監督が大物だったりとかすると、うん、そこのその縛りが多くて契約の、うん、俺を監督にするんだったら脚本家と主演は全部俺が選ぶよみたいな契約で撮ってるわけ。ああ、そうかそうか。ああ、なるほどね。で、これってさ、だから実はティム・バートンがなんでこれに共感したのかなと思うのは、うん、まさに自分がそういうことなんだよね。自分が多分マーガレットなんだよね、多分。ああ、うん。で、要はプロデューサーが分かりやすくいて、ある意味、めちゃくちゃ売れたわけよ。うん。いわゆる、あんな感じなのにっていうさ。うん、まあまあまあ。で、逆に言うと、その俺たちみたいなオタクにすごい評価されて、うん、俺たちの映画だみたいになって売れたわけよ。うん。でも、これ売れたのって、ある意味だから、このなんか映画の中で何回も出てくるじゃん。お前じゃ売れなかったんだよって何回も言われるけど、マーガレット。ああ、まあ、はいはい。お前一人じゃ売れなかった。俺のテクニック。俺の実力なんだぜって俺たちずっと言い続ける。うん。でもこれってさ、実は俺たちミュージシャンもそうじゃん。うん。よくあの、だから前も話したジョニー・マーの名言でさ、うん、俺たちは音楽を作るの仕事で、CD を売る仕事はプロデューサーの仕事だよっていう、そうね、はい。理由があるわけ。で、まさにそういうことなわけ。うん、まあ、そっか、プロモーターとは違いますからね、確かに。だけど、そこにずっとこう不安だったりとか、うん、いいのかな、これでっていうのが多分あるんだよ。そうか。だけど、それこそ音楽で言ったらね、原版権とか、その辺とか、揉める、たまにニュースとかありますけど、まさに結構似てるって似てますよね。テイラー・スウィフトとかはさ、原版権自分が持ってるって今、すげえ揉めてるわけじゃん、ずっと。そう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 、うん。っていう話だったりするし、まさにだからそういうことでさ。だから、その、なんつうの、ウォルターとマーガレットの関係が完全にそのティン・バートンと、多分映画会社みたいなもの。うん、あの関係だったり実はするんだと思うんだよ。でもこれってさ、俺たち何でもそうじゃん、うん、俺たちの作ったものが売れるか売れないかってある意味宣伝の力だったりとか、まあでかいですね、その当然当然そう、うん、でこの映画自体が2014年なんだけど、うん、今まさにそうなってないって話なんだよ。まあそうね、はいはい、いわゆるアーティストの人柄とか中身とかで売っちゃってて、うん、作品自体の評価じゃなくなってないみたいなところは結構あるけど、よく話してる。うん、いわゆるミニ権威主義みたいなものだみたいな、よく話してるけど、はいはい、だから要はその古代広告でさ、うん、こういうのがあってこういうのがあってこういうのができますよみたいなの行動の中に作品があるっていうことになってて、今完全に、うん、まあなんかそうですね、作品が一番前じゃないですもんね、絶対ね。本来の価値って何なんだなって正直俺は思ったりするんだけど、うん、まあそうですね、はい、っていう問題提起にも多分このビッグアイズは実はなってて、うん、だからそのウォルターがさ、
成功したときに、だからさっき言われる、うん、いや俺のおかげなんだぜ、うん、お前がやってたら多分売れないんだぜっていうのは、さっき最初に言った男性優位社会、うん、画家が女性だっていうのじゃダメだっていうのもあるし、それある意味権威なわけ、うん、男性じゃなきゃいけないっていう権威主義なわけ、うん、でさらにさっき言ったそのティム・バートンの映画会社と監督の関係っていうのもある意味そのパワーバランスの話だったりするわけ、うん、はい、だからティム・バートンがかんなんだろうな、こう共感するみたいなところもそこなのかなと思ったし、うん、あの実はティム・バートンビッグフィッシュの後に別れてんだよね、あのヘナ・ボナム・カーターと、あーはははあ、しかも結構捨てられちゃってるんです、はっきり言って。あ、あ、そういうのもあって、だからそのなんだろうな、そのこれ結構だから俺は結構ね、いろんなこれを言う人がいるんだけど、結構俺はうん、それはどうなんかなと思うんだけど、ティム・バートンって、うんうん、まあ、はっきり言うと毒が抜けてっちゃった感あるわけ、最近の映画とかを見てると、その昔に比べるとね。まあ、丸くなっちゃったっていうか、丸くなっちゃったなみたいなところ。でも逆にそれってさ、なんかよく言われるんだけど、モテたからとかさ、成功したからってすげえ言われちゃうっけよ、ティム・バートンだっけって。ああ、まあまあ、ね、まあかっこよ、ね、まあ、あれですね、あの昔とかしたバンドとかもね、みんなね、あれあれですけど。セルアウトしたみたいなことなんだけど、うん、はいはい。それって結局やっぱり事故が承認されちゃったからっていうのがあるんだけど。ああ、まあ。ティム・バートンすごいみたいな。ティム・バートン偉いみたいになっちゃったから。うん。っていうのもあるから、だからそのティム・バートの作風の変化みたいなところでもあるんだけど、でもやっぱり彼は彼でさ、うん、やっぱり表現主義だよねとか思ったりするわけ、うん、うん、あのこの映画でさ、はいはい、あのスーパーマーケットでみんな目でかくなってたりとかさ、とかなってたりとか、あとなんかあれですよね、ちゃんとその、まあ、そのポップアートみたいなのの時の比較の時にちゃんとこうなんか、うん、アンディ・ウォーホルっぽい感じのああいう感じのところとか、そうそうそう、キャンベル感があったりとか、あ、そうそう、細かいなと思って、そうそうそう、ああいうのとかね。でしかもあのこれも強い皮肉なんだけどさ、ウォルターがさ、その、うん、絵の説明をしろって言ってさ、マーガレット、うん、はい、で言われて、その後のインタビュー、いやこれはあの表現主義なんですよみたいな、この目は悲しみを歌ってていったやつああっていういわゆるその演説をぶつシーンがあったりとか、はいはい、っていうので、まあだから本当にあるもいい、多分そのティム・バートンが多分その自分の中で引き裂かれる感じが多分あったと思うんだよね。その偉大になった自分と、うん、そうじゃなくねって思ってる自分みたいな。そっかそっかそっか、まあ。だから多分そのマーガレットの方に完全に感情移入してるし、でも視線としては娘のジェーンの方の視点が実は一番ティム・バートン的だったりするから、ルックも含めてね。うん、そこだったりするから本当に面白いなと思うし、でもこれってさ、俺らも本当にさっき見た音楽やったりとか何かやってるとさ、もう必ず付きまとう話じゃん。まあそうですね、はい、いや。あいつはマネージャーがいいんだよとかさ、あいつらプロモーターがいいんだよとかよく聞くじゃん。うん、まあまあまあ。上手だよなみたいな話をするときに、うん。で、まさにあれってそういうことじゃん。まあでも、まあ、だし実際本当にね、あのやってればやってるほどそれが分かるというか、そう、確かにまあその、まあ本当に何プロモーターがいたから売れるっていうのは、まあ、まさに本当にそうで。すごいね。正直あるじゃん。知り合いのバンドがさ、曲一切変わってないのにメンバー変わったみたいなさ。うん、あ、そうそう。あれ、なんかメンバーの見た目良くなったねみたいなとかさ。あ、みたいなとかもある。そうそうそう。あとなんかそれこそマネージャーの人が変わって一気に出るライブハウスが変わるとかさ。うん、そうそうそう。あのマネージャーついたら一気にでかい箱でやれるようになったねとかさ。もうそれこそ、まあ、そういう戦略とかブランディングとか。そうそうそう、含めても、まあ、自分でやってなくてもそういうのでね、成功性もいいだろうしっていう風になってるから、だから実はその2015年の映画なんだけど、逆に今のその業界みたいなのも示唆的だったんじゃないかなと思ったりはするんだけど、うん、それが1950年代の話だから、うん、あ、ずっとやってんだなこういうことっていう、まあね、そうか、だから多分これはたまたまね、こう実話としてこう僕らにちゃんと残ってますけど、知らないところで多分こんな山ほどあるっていうことですよね。そうだから最近でもあのなんだっけな、あの有名な作家さんが実は奥さんが書いてたっていう話も何個もあってさ、実はもう実話として、うん、はい、っていうのがまあ映画化されたりもなんかしてるんだけど、おとこだったりとかして、だからまあある意味そのティム・バートン的世界ではないんだけど、うん、ある意味だからティム・バートンの内面の世界みたいなとこでは実はあるのかなと思ったりとかして、ね、あ、確かに確かにね、そうだからそこは逆に言うと面白いなって思ったし、逆に言うとティム・バートンがこういう映画をわざわざ作ったのは多分そういうメッセージがあるんじゃないかなっていう、まあでもそうですね、自分のでもやってることとか本心が世の中とすげえ理解されるギャップがあるっていう面では、さっきのティム・バートンっぽいっちゃっぽいのか、そういう映画とか、だからしかもあれじゃん、あのずっと言ってさ、彼女の悲しみが絵に現れてるんですよって言われてるわけよ、うん、
ってことはどういうことが分かるってこと、あの映画の中でずっと悲しい時はずっと彼女は絵を描いてるわけ。はいはい。だから逆に言うと、彼女は悲しくないとあの絵にならないってことなんだ。ああ、ははははそういうことか。抑えつけられて描け描けって言われた時はあの作風なわけ。うん。で、彼女がさ、変わるじゃん。疑念を持って、これでいいのかな、本当にってなるとさ、作風が変わる時があるじゃん。うん。これ私の自画像なのっていうところで。うん、いや、はい。あそこで絵が明確に変わるわけ。全然違いますもんね。はい。そう。だからまさにそういうことです。あれはそういう表現なのか。表現というか、まあ実際そうなんだろうけど、実話として。うん、なんだけど、うん、多分その演出としては多分そういうことなんだよ。いわゆる彼女の気持ち。はい。いわゆる押し込まれて、こう悲しい悲しいってなってる時に描いてる絵があれなんだよ。ああ。で、気持ちが変わると違う絵になってくんだよ。そういうことか。いや、これってさ、アーティスト何でもそうじゃん。まあまあ、よく売れてない時のとかね、なんかよく言いますけど、まあ、それファーストがあるままがいいとかね。だから、まさにそういうことです。それはアーティストにとっては結構辛いことなわけじゃん、はっきり言うと。そう、まあそうね、はいはい。俺はだから、その、これもともとプリンスが言われてたことなんだけど、うん、俺はカニエ・ウェストとかに見えることだと思ってて、うん、あの状況が悪い時のアルバムがいいアルバムですね、みたいな。まあ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 そうね、まあ、結構でもそのどうなんだクリエイティブなエネルギーみたいなのとかってそこなんだろうそこ埋めどっか埋めるためにみたいなとこもあったりしますもんね、うん、いやまあこれは本当にそうでさ、まあデビッド・リンチャーの時も話したからデビッド・リンチャーもずっと言ってんだよね、これスピルバーグとかも言ってんだけど、うん、例えばホラー映画、うん、なぜ作るか、うん、怖いからだよ、化け物を怖いと思ってるから作るんだよ、あまあまあそうか、そう、殺人事件の映画化の話、殺人事件が怖いと思う、本当に恐ろしいと思うから作れるんだよ。ああじゃあ結構じゃああいうなんかスプラッター映画とか、いやこんなあの映画撮る監督どんだけサイコパスなんだよと思うけど、実はそうじゃないってことか、めちゃめちゃ怖がってるって本気で怖がってて、だからよく思うんだけど、ホラー映画を本当に楽しめてる人って本気で怖がってきたんだよ。まあまあまあ、確かに確かに。超怖い、やばい、死ぬかと思ったみたいなのが実は一番楽しんでるんですよ。まあ無感情で楽しめないですもんね、確かにね。いや、こんなホラー映画でもいっぱいあってさ、みたいな人は実は楽しめてないんじゃないかみたいな。あなんか映画見て、いや、これは読めてたみたいな。こんな出てくると思ってたみたいな人は実は楽しめてないんじゃないかってことだったり。じゃあホラー映画見たいけど、一人でみんな怖いから一緒に見ようぜって言ってるやつのが一番楽しめてる。超楽しめてる。なるほど、なるほど。でさっき話したみたいな、スピルバーグのデビッド・ウィンチャーが言ってるのは、要は足りないものがある人が物を作るんだよって話をずっとしててさ、彼らを。うん、はいはい。要は満たされてたら何も作んなくていいじゃんって。まあそうなんですよね、確かに。要は理解して欲しかったりとか、なんで分かってくんねんだって物があるから分かってもらいたくて何かを作るわけじゃんっていう話をずっとして、うん、これだからティム・バートンもずっと同じなんだけど、うん、さっき言ったみたいな、その足りない人たち、うん、俺たちにはこれが足りないとか、まあ、ここは分かってもらえないとかね、そうっていうものがある人たちが作る話だから、ある意味このマーガレットだったりとかウォルターの話はまさにそういうことで、うん、でも何度も言うように、何度もっていうか、あのゴーンガールの時言った話と近いんだけど、うん、このウォルターだからこのマーガレットで成立するってところでも実はあるってところも面白いんだよ。ああなるほどね。逆に言うとウォルターはクリエイターに対しての超憧れがあるわけ。うん、まあそうそうそう。要はなんでかって自分がなれなかったから。てか、そっか、ちょっとあんまりちょっとこういう映画で読みたいなかったんですけど、ウォルター自身はやっぱ、本当は自分で描きたかったんですかね。どうなんだ。いや、だから本当は自分がなりたかったけど、なれなかったんでしょ、結局。なれなかったのか。別にそうか、お金儲けだけしたい人ではないのか。いやいや、だからそこが合致してるから超立ち悪いけど。お金儲けもしたいしって。お金儲けもあるし、名誉欲もいい。うまく満たされるわけ。ああ、まあそういうことね。だから余計詐欺しかしていくんだけど。さあ、そうか。あとか、その前が不動産とかもやってますし。っていうふうになってて、だからウォルター自身がアーティストへの異常な憧れ、うん、っていうのがあったりとかして、で、ある意味そのクリエイター側クリエイター側で理解されないなっていう悩み。そうですね。あと、まあ生活がね、できないっていう。っていう。悩みがあってっていうところで、ある意味あそこでいわゆるその何だろう悪魔だったりあの風景を、うん、そっかそっかそっか、うん、っていう風になっていくから、でもやって成功していくうちに自我は生まれるに決まってるしっていう、うん、だからある意味マーガレット最初は受け入れちゃうわけじゃん、人の作品だっていうのを出すんです、うん、はいはいはい、っていう風なところだったりして、だからそのさっきも言ってたそのアーティストの悩み、その分かってくれないなとかそういう足りなさみたいなものと、うん、ティンバートンのもともと持ってた感情みたいなさ、だってあの人はもうはっきり言ってルサンチマンタロウみたいな人なんだけど、もともとはさ、うん、でそういう人だったのがある意味その大成功しちゃって、
なんかその世界の巨匠みたいになっちゃったわけだから、うん、そういう風なそのギャップみたいなものもあるだろうし、じゃ結構じゃなんか世間がアーティマートすごいなよっていう求められてる面白いの自分みたいなのがその心で言う旦那みたいな感じになっちゃってるんですかね、自分の中で2人いるみたいな。いやどうなんだろう、だからそのティム・バートンを求められて演じてる部分も絶対あるとは思うけど、ね、そのティム・バートン自身がティム・バートン前運をしてるところも絶対あるんだと思うんだよ、多分。いや なんか多分、まあ、ここじゃないですけど、ちょっと前 の,、ね、あのニュース の放送でも言ったかもしれないですけど、なんかあのティム・バートンのインタビューが年代によってちょっと違うとか、はいはい、受け答え方とか、はいはい、あれとかも多分そうなんですかね、こう巨匠になっていくにつれてこうちょっとこう、いやだから多分絶対そうだと思う。あとやっぱ結婚して子供ができたっていうのもあるし、うん、ああそうか、っていうので多分そのさっき言った離婚されちゃったっていうのもあって一人に戻ってやっぱり見つめ直したんじゃないかなと思うし、うん、やっぱり自分がやりたいことって何なのかなっていうのもあるし、でまあティム・バートンその後またなんだろうな、いわゆるそのティム・バートン映画っぽい映画にどんどん戻っていくんだけど、この後また、うん、はい、そう、そういうのがあったりとかするから流れとしては、ね、うん、そう、まあだからこのあとね、だから残念ながらこのビッグアイズの前がフランケン・ウィニーで、ある意味その自分のね、うん、元々作ってたもののやり直しみたいなのをやっててさ、はい、これだからそのティム・バートンの歴史をたどれって言われたら、うん、俺は元々やってたフランケン・ウィニーとヴィンセントって作品があって短編のね、うん、それを見れば大体あのティム・バートンがどういう人か分かるよみたいなのがあるんだけど、おっていうフランケン・ウィニーのやり直しをやった後にこのビッグアイズを撮ってるから、うん、結構そういう流れではあるんじゃないかな、自分の見つめ直しみたいな、あ、まあ、俺何がやりたかったのかなみたいな、私も自分の今と重ね今に目を向けるじゃないけど、であれなんだよね、うん、実はその結構こけててこの前が、うん、フランケン・ウィニーですか、いやその前だから結局その前アリス・イン・ワンダーランドがすげえこけたんだよね、批評的に言うと、ああそうなんだ、そう、あのティム・バートンチャーリーとチョコレート工場とかコープスグライドとか結構当たったりはしたんだけど、うん、スイニーとっていこうかな、売り上げとしてはあんまり良くなかったりとか、おアリス・イン・ワンダーランドは明らかに叩かれてたし、おちなみにこのビッグアイズの後にアリス・イン・ワンダーランド2を取るんだけど、まあそれもなかなかひどくて、おあれどうしたのかなっていうのはすげえ言われてて、この時期だ一番だからどうしたのティム・バートンって言われてる時期なんだよ。ああ変わっちゃったなみたいな、あいつもう終わったなみたいな、セルアウトしたわみたいな言われてる時期なんだよ、ある意味。いやいや、だからこのビッグアイズを取ったっていうのはなんかそういうところもあるんじゃないかなっていう、あそっか、本人自身も迷ってる時期もあったんですかね、なんじゃないかなって思ってて、あのこの後あの2016年にミス・ペリグリムと奇妙な子供たちっていうのを監督してて、うん、これまたすごいなんだろう、ティム・バートンっぽい世界の話だなっていう映画撮ったりとかしてて、この映画俺結構好きなんだけど、うん、でもこの後のね、うん、ダンボが実は良くなって、ダンボの実写化をやったんだけど、ディズニーで。あれティム・バートンなんだ。あれティム・バートンの、なんか映画見てないんですけど、そのなんかダンボがやったの、あ、そうなんだ。あれティム・バートンだったりとかして、あれもまたあんまり良くなくてさ。良くなくて、あとはだからね、最近結構なんか迷ってんなって感じが正直するんだけど。うん、そうそうそう、だから要はそこもね結構あってね、うん、だから今回のそのビッグアイズがなんかちょっと変な立ち位置だなってのはそこなのかなと思ったりするんで、まあでもだからさっき話したみたいな、やっぱなんか足りない人がなんか作るんだなってのはこういうことなのかなっていう、うん、要は満たされないよねっつってなんか作るみたいな、まあてかまあでもそうですね、なんか俺もう全員と言い切ってもいいほど、うん、多分そういうなんかクリエイティブな道目指す人ってどっかそのまあ大きい小さいはあれど、なんか世間と比べてなんか俺ダメじゃねえとか、なんか馴染めねえとかそういう思いがある人じゃないとやんない気がするんですよね。まあだから欠落感だよね、だからね、そう何か欠落感がある人がそういうことをやるんじゃないかなと思うし、まあ、これはよく、まあ、これも音楽の話になっちゃうけど俺らだから、うんうん、あのあれじゃあポップスをちゃんとやれてる人が実はエグかったりするんじゃん、うん、まあそうですね、まあ、超割り切れてて超ちゃんとビジネスやってる人もいるわけじゃん、てかまあポップス世界の方がシビアだとしますね、ね、めちゃくちゃ大会系だったりしますからね、大会系というかもう何もう数字切ったらもうはい首っていうかもうはいもう次から変えるとかみたいな、
そうだから逆に言うとこういうなんだろうティンバートンみたいな人たちの方が逆に言うと、うん、なんかああでもなんかこういう人たちの方がなんかアーティストっぽいよなってのは分かる感じがするよ、うんうん、そうそうまあすげえ真面目だったりするからさやっぱり、うん、思うよだって俺いろんな出会った人たちの中で俺ハードコアをやってる人たちが一番真面目なんじゃないかなと思ったりするよああまあそうなんですかねまあだからハードコアってもの自体がね求道者だからいわゆるその道を極めるみたいな人たちだから、うん、まあまあそうかそうか、まあ、確かに真面目に勉強したりしないとそれはね極められないからうんまあまあそうだそうだ確かにねだからまあそこに関して言えばだからティンバートンのそのある意味ブレなさとブレてる感じ最近のうんその変わっちゃった部分自分の変わっちゃった部分を理解しながら変わらないでいたいみたいなところの感じがこのビッグアイズのまさに主人公とそのウォルターの関係とあの絵に込められた悲しみみたいな話なのかなっていうところをある意味その実写だからさ、うん、実はだからある意味あれじゃん固定なわけじゃん話としてはこういうふうになるから、はいはい、そこガチッとはまったというかそういう感じだったそうはまったんじゃないかなと思ったりするよねやっぱりあなんかそこは本当に不思議な感じがするし、ね、うんまあそうまあだからはっきり言ってだから今いい状態じゃないからティンバートンに関して今撮ってる映画じゃ全部面白いからそうじゃないから逆に言うとそのこうやってちょっと辿ってみるとちょっと面白いかなと思ったんだけど、うん、ああなるほど、うん、だからティンバートンに関してもっと調べたい人はねぜひフランケン・ウィニーのオリジナルとリメイク版を見ると非常に理解が進むんじゃないかなっていう、うん、はいそんな感じでねティンバートンを連続して見てきたんですけど、うん、はいてなわけでまた来週の映画を選ぼう、ね、来週なんで来週あちょっとまあこれこのうん、ビッグアイズって、まあ、ドキュメンタリーとまでいかないけど一応ちょっと実話チックな感じだったじゃないですか、はいはいはい、でもそれで、はいまあ、なんかどうせならもうほんとガチガチのドキュメンタリー映画ああはいはいちょっとなんか見てみたいなと思っててなんかおすすめあればなるほどそうだねドキュメンタリー結構俺好きでいろいろ見てるんだけどドキュメンタリーってやっぱりさ、うんうん、俺が好きなドキュメンタリーっていうのがあって、うんはいはい、監督の意図があるわけよドキュメンタリーではっきり言ってああまあそれはそうですね。まあドキュメンタリーと言いつつもね。やっぱまあ編集をしてるわけ。結構だからみんなさ、ドキュメンタリーだと思うとさ、結構なんか公平な作品だったりとか、うん、そのなんだろうな、すべてをこうありのままに撮ってるって思いがちじゃん。私はあんまり監督を意識してとかないかもしれない。なんかね、あんまりもしかしたら。だけどまあこれ何回もこの映画の話してるんだけど、その監督が撮ろうとしたものしか撮ってないけど、実は。まあまあそうですね。要は24時間ずっと回してるわけじゃないし。でそれが要は2時間になってるわけだから、うん、要は捨ててる映像が多いわけそうまあ確かに確かにで監督が描きたいものが一本になってるんだけど、うん、ドキュメンタリーの面白いとこって変わってっちゃうことなんだよ監督のやりたいこったことがお最初はこういうテーマで撮ろうと思ってたんだけど、うん、撮っていくうちに恐ろしいことが分かったりとかああそっかそっか自分が思ってたことじゃないことに気づいちゃったりとか、まあ、台本はないわけですかねそう、うんあ急にガラッと変わって、うん、うわこれやばいことになったってなる瞬間があるドキュメンタリーとかがあるわけそうまあまあやっぱ監督自身が裏切られるじゃないけどそういう感じなの要は見てる人も裏切られると同時に作ってる人たちも裏切られる瞬間っていうドキュメンタリーあったあ例えばだからスーパースターのこのなんだろうな追ってるドキュメンタリーとかだったら、うん、実はそのスーパースターが全然違うことを考えてる瞬間が分かるみたいな瞬間だったりとかあはいはいすごい強い人だと思ったら全然そうじゃなかったりとか。ああ。その思ったものと違えじゃんってなって、さらにその話が転がってさらに面白くなるっていうのは結構ドキュメンタリーの醍醐味だと思ってて。ああ。そう、それがちょっとおすすめしたいんだけど。うん。これあの、ネットフリックスのドキュメンタリーで、これアカデミー賞のドキュメンタリー賞も実は撮ってるんだけど、はい、長編の。はい、あのイカロスっていうドキュメンタリーで。イカロス。おお。まあ、イカロスはあの太陽に近づきすぎて燃えちゃった人なんだけど。あははいでまあ、どういう映画かっていうと、まあ、自転車を競技としてやってる人が監督でさ、うん、で最初のうちのドキュメンタリーのテーマはあのドーピングしたら自分の記録はどれぐらい伸びるかっていうのがテーマ、うんうん、要はよくドーピングでさ記録が上がって失格になってする人がいるじゃん結構、はい、いわゆる筋肉増強剤的なんです、うん、じゃあ一般人の俺が、うん、ちゃんと医者を通してドーピングをしたら、うん、どれぐらい記録が伸びるかっていうのを検証するってドキュメンタリーなのもともと。ああ、まあ、要はそこそこドーピング自体にそもそも効果あるかみたいな。そう。っていうふうにドキュメンタリーなの。
で、いわゆるそのドーピングの専門家みたいな医者を呼んできて、うん、いわゆる本当にデータ取ってもらって、自分の心肺機能もデータ取ってもらって、大会に出て記録取ってもらってっていうので、どんどんデータ化してくる。はい、はい、で、それをこう頼んでたお医者さんがいるんです、そのデータ取ったりとか、いわゆるそのドーピング打つタイミングとか教えてもらってるお医者さんがいて、うん、でそれとこうやり取りしてるんだけど、ずっと、うん、はい。これがどこのお医者さんかっていうと、実はロシアのお医者さんなんだ。おー、なんかドーピングとロシアっていうと、なんかね、なかなか。だからまさにこれが実は、だからこれ、ロシアのドーピング問題って、実はこれ、東京オリンピックで問題になって、うんうん、今だから東京オリンピック、今回、北京もそうだったけど、ROC っつってさ、国で出れなくなったじゃん。うん。で、要は、国家を挙げたドーピングをやってるってことが、このドキュメンタリーの中で実は分かってきちゃう。うん。要はドーピングのことについて調べてて、そのロシアのお医者さんと仲良くしてたら、はい、ロシアのお医者さんが急に連絡取れなくなる。おお、はい。で、ニュースでロシアのドーピングが取り上げられるの。おお。で、監督はずっとやり取りしてるよ、個人的に。おお。で、どうしたんですかってなると、俺やばいと、このままだと俺殺されるって。でも、ガチでその人が関与してるってこと、そのドーピング。そう、だから要はドーピング庁の一番偉い人だから。あ、そうか、専門、あ、ロシアの専門家だから。あ、で、殺されるってなって、アメリカで保護するって話にどんどんなっていくんだけど、お、最終的にどうなるかっていう話で。あ、それは、そのドキュメンタリーの撮影中にそれが起きるみたいな。あ、全部そうなの。おお。さっき言ったのに全部撮影中なの。そういうことか、そういうことか。あ、だから怖いんだよ。はははは。まあ、ほぼ内容言っちゃいましたけど、今。うん。まあ、でも、まあ、ドキュメンタリー全然見ないと分かんないですからね。っていう風なドキュメンタリーで、うん、めちゃくちゃ怖い話になっていくっていう。いわゆる国を挙げてドーピングしてるのはどういうことかっていう、何をしてたのかっていうのも分かってくるから。なるほど、なるほど。で、さらに監督たち自身に身の危険が及ぶっていう。あ、まあ一応関係者みたいになっちゃう。要は、ロシアから追われるようになるっていう。ああ、まあそうかそうか。で、追われてた人たちがその後どうなっていくかっていうのを追っていくから。ああ。これが実話かよっていうか、現実かよっていうのでめちゃくちゃ恐ろしいんだけど。全然その監督が狙ってた取れ高みたいなところとは全然違うところに山場が行っちゃう。後半どんどんなっていくっていう。へえ。っていうギョッとするドキュメンタリー、イカロスおすすめなんで、ちょっと見てみてください。なるほど、わかりました。これこそドキュメンタリーの醍醐味だと思うんだ。じゃあ次回、イカロス。はい、イカロス、ネットフリックスオリジナルかな、ドキュメンタリーで。わかりました。よろしくお願いします。行ってきます。はい、そんな感じで今週もやってきたんですけども、はい、あれだね、本当に作家性みたいなものってさ、追っかけてみるとわかるし、うん、なんだろう、その作ってる人たちの求めるもの、うん、あと描きたいものっていうのが、そのなかなか歪んでたりとか、うん、なかなかこう一般常識で理解されないようなものが結構いっぱいあってさ。まあそうですね。うん、そういうのもやっぱりそのクリエイターとかをね、通して、作品を通して見るとまた面白いっていうのがあったりとかするから、うんうん、またドキュメンタリーと劇映画がまた交互になる感じというか、なんだろう、事実は小説よりきなりとは言うけど、うん、やっぱ小説も事実よりきなりだったりするなっていう。ああ、まあ確かにね。ところだったりするので、その前回のビッグフィッシュのそのフィクションがどれだけ素晴らしいかみたいな話もなるから、うん、フィクションの方が伝わったりね、現実味があったりとか、うん、そういうのするからね、そういう話だったりするんでね、そういう風に見ていったら面白いかなと思います、うん、はい、そんな感じで、じゃあ来週はイカロスドキュメンタリーを見てきてください。はい、見てみます。はい、じゃあそんな感じでまた来週になります。また来週、うん、さようなら。さようなら。